雨が降っておりますね。人様にお話したって面白くも何ともないお話でございます。それでもこの雨だれの音よりかはいくらかお慰めできるかもしれません。あなた様、おぼろ橋をご存知でございますか？橋の向こうに女たちの家がございました。小さな茶だんすと一組のお布団と、襖の中には蜘蛛の巣に絡まれた古い絵草紙だの、その家に来た時に着ていた赤いベベだの、ろくなものはございませんでしたけれど、なぜか女たちは捨てようとはしないのでございます。おぼろ橋、おぼろ橋。母さんもいい人、男子さんもいい人でございました。それでもそんな家のことでございますから、時にはお客衆と手に手を取って抜け出す女もおりましたが、橋の途中まで来るとなぜか女は後ずさり、ここから先は橋がない、ここから先はもう行けぬなどと申したそうでございます。今夜のように雨に濡れた夜でございました。女たちの家から火が出たのでございます。火はたちまち燃え広がって、浴衣一枚のお客衆はどんどん橋を渡るのに、女たちは橋の途中で引き返すのでございます。あの橋が見えないで、橋を渡れば世の中へ生きて戻れるというのに、やがて一人また一人と燃え盛る家の中へ消えていったのでございます。あれは襖の奥の赤いベベでも取り、あなた様には見える橋も、あたしには雨に煙っておぼろでございます。お酒にいたしましょうか、それとも障子を閉める。